にちは。こんにちは。さあ、はい、今回楽天イーグルスのちょっと話しようかなと思いました。打ちますね。もうそうですよ。もう第一戦目が打つなと豊さんもやっぱり。なんでデーゲームでやってるのか意味分かんなかったんだけど、はい、こんなあの平日平日と平日に。いやだけどあれはねなんかね学校単位で呼んで、はい、あそうなんですか。確かに外野学生服着た方がどうだったっす。学校単位でやってあの5回終わった時なんかは学校対抗リレーとかやってるんで。え？いやだからやるとしたらでも面白いと思う。確かに新しいっすね。まあその中で発展先くらいお前俺はお前テレビで見てたんだよ、はいはい、あ実際見てました。やっぱりお前ちょっと見れる時はやっぱプロ野球見てる。ああもうもちろんそうです。仕事だもん。それは失礼しましたね。で8対0になった瞬間に、はい、あこれあかんなと思って変えたんすか。いやいや変えないから。ああそれもちゃんとやったんで。も満塁からブラッシュが打ったんだよ。いやー満塁いきましたね。やんで2打席連続かなんかでツーランかなんか打った、うん、はい、あれこれ雲行きおかしいぞと思い出したから、はい、ひっくり返しちゃって。いやびっくりしましたね。すごいっすよね。島のホームランで打ちたのかな。あそうですね。確かそうだよ、はい、ポール際の、はい、あいつバーッと走ってくんだよね、はい、まあ全力じゃなくてもキューブぐらいの力で、はい、YouTube で何秒で走ったのあいつ測ってる人がいて。え、あ、その何ですかそのマニアいやいやいや、お前ら何秒だった一周真剣に走って全力で19秒ぐらいかかってたの。いや、もうちょい早いっすよ。そう言うなよ、お前絶対19秒ぐらいかかってる。島ホームラン打って、はい、走り出してホームに帰ったら何秒だったの。あれ YouTube に出てたの。あ、もうそれ測ってる人がいたんすね。測ってる人がいたの。16秒ぐらいですか。18秒。いや18秒だけどホームランはゆっくり走っていいんだよ。いや確かにそうっすね。それもそんなに全力じゃない。ニコニコしながらお前らもう鬼の形相で走ってきたお前19秒って。いやもう俺びっくりしたからね島のタイム見て。格の違い見せたら見せる。違う違う。お前らがいかに遅いか。島選手と比べられちゃうんですけど。いや光栄ですけどね。まあでも島はプロ野球選手の中でそんなに速い方じゃない。まあ速いけど、ね、むしろ中間からは遅い方じゃないかと。ちょい遅めぐらいの。そうでしょ。お前らお前なんや。いやまあそんなことはいいね。そんなことはいいんだけど、やっぱねなんていうの流れを変えられないな。だからその流れを変える人がいないチームに、はい、こう押されたら押されっぱなし、はい、で回が進めば進むごとになんかプレッシャーがかかってきて、だから確かにプレッシャーかかるよ、はい、だけどそこら辺が弱いわ。あれだもんソフトバンクも森がホームランだ。まあそうですよね。なんか分かりますよね。だからやっぱそういうところも高校野球もそうだけど、うん、やっぱねそこら辺が弱い、はい、断ち切る選手だったんですね、うん、でも昔はさ大魔神とか言ってて追い上げられたっつって大魔神が出た瞬間に向こうもう諦めムードだからね、うん、まあ追いつかなかったって、はい、でも中日だったら鈴木が出てきたらあこれチャンスだと思うんでしょ。まあまあ思われたくはないですけど、思われたくないけど思うでしょ。そうですね。でもその前にロドリゲスとかマルチネスとかいるじゃん、はい、あれらが投げてる時っていうのはなかなかいかんぞって思うけど、はい、鈴木が出た瞬間にこの2人より楽だと思うでしょ。まあそう、まあ、いや正直そうですね。やっぱり日本のね野球が緩くなってきてる。あやっぱねセクハラパワハラとか、はい、まあ暴力はいけないけども、はい、まあパワハラとか良くないっていう、はい、よく言うね、はい、言葉の暴力って、はい、でもやっぱこう鍛えるということをさ考えるとちょっと緩くなってきすぎだと思うよ。おやっぱ勝負に対してやっぱ厳しいことだってあるよ。それをいきなりさ現実を見せられたみたいな感じでマウンドに立たされてもさやっぱ普段からやっぱ厳しいことを乗り越えていっとかないと、うん、ちょっと緩いなと思うな、うん、俺は心の部分ってこと。精神面がってことです。そうそうそう。まあそういうことで、はい、まあ8対0をね、はい、逆転するっていうのは、いやこれはもうねもうね太田大志なんか2本ホームラン打ってる。そうなんそうなん、何のために打ったのかなと思うよ。最後ほんと疲れてたと思うよ。そうですね、打ったのに止められないんだもん。止めてよ、ね、そうですね。だから外国人っていうのはやっぱ競争社会であれじゃない、はい、すごく鍛えられて日本に来てるから、はい、最後打った犠牲ぐらい打ったのもウィーラーだし、はい、ね、そうですね、うん、
だまあその中では松井はよく投げたけどね、左パスポーン。いやだから8対0をひっくり返される試合は見てる人は面白いかもわからないけど、まあそうですね、ちょっとやってるのは辛いよな。まあそうですね、なかなかないですよね。でも藤田のスライディングはうまかったぞ。ああ、だスライディング、いやあいつ足遅いんだよ、はいはい、で太田との勝負だったんだよ、はい、これ走んのかなと思ったら走ったんだよ。まあかもうサヨナラの場面とか走るわな、はい、タッチアップで、はい、バーッと走っていったらホームベースになって、はい、グラブミットが来たんだよタッチに、はい、もうほんといっぱいいっぱいで手上げたからね、あいつ。おお、でこう一瞬、一瞬手の方が速くなった、あれは素晴らしかった。おお、やっぱ横浜時代教えた甲斐があったよ。あ、言うとこだ。あ